ビワマスコサメ少女郎は、紀州日高郡龍神村に伝わる妖怪。龍神村おまたがのに不思議と言われる、怪異の一つで、港区熊靴の著書、南方緩和に記述がある。龍神村にあるお江川浦淵という淵に住む妖怪であり、何百年という歳月を経たコサメが妖怪と化したもの。人間の美女に化け、山に入ってきたり淵に近づいたりする人間を誘惑し、 水中に誘い込んで殺して食らっていたという。ある時に小四郎という男に出会った小雨少女郎が、焚き木の明かりの下で七年考え続けたウニは、叶わないと漏らしたため、小四郎が、そのようなウニ淵を探らせたところ、目をえぐられた大きな小雨の死体が浮かび上がった。その腹を咲いたところ、中には、木こりのナタが七本あったため、七人の木こりがすでに、小雨少女郎に食べられ、

毒入りの酒や食べ物を勧めて人々を困らせていたが、あるものが長年飼いならされたうに淵を探らせて退治したという話がある。ありがとうございます。